伊藤キールンは、日本の政治家、参議院議員を歴任。会派は、民主党、新緑風会。比例代表選出、参議院民主党国対委員長を務めた。群馬県出身、群馬県立富岡高等学校卒業、田辺誠の実質的な後継者である。前提書記長在任時の1990年、郵政半丸政党総における秘書文組合員の、 扱いをめぐって、郵政省との裏交渉で職場復帰の道が開かれたとして、1991年に処分撤回を求めた裁判を取り下げたが、省は誰一人として被処分者を再雇用しなかった。そればかりか再雇用されなかった被処分組合院全員を組合組織から追放という結末を演じている。その後の千葉大会における委員長選挙で、 不信任票が45%に達しながらも、過労時点委員長に就任した過去を持つ。2004年の年金未納問題の際には、国民年金が3年2ヶ月間未納であったことが判明する。2007年の第21回参議院議員通常、選挙には立候補せず、人気満了をもって政界を引退した。2008年11月、朝日中受賞を受賞。 2017年7月11日、群馬県高崎市の病院で肺炎のため死去。78歳没。没54位に追ぶされる。ありがとうございます。